こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は高い価格でもカートを取る方法、つまり Amazon 輸出で儲ける肝の部分ですね。これを再確認しておきます。まずカート取得は価格だけで決まるわけではないです。カート取得はライバルとの相対関係で決まります。だから、カート取得は椅子取りゲームだと、常々言ってるんですけど、すでに椅子が、ね、強い人が座ってて空いてないと、いう商品を頑張ってなんとかね、いくらでカートが取れるんだとか、あれこれやるのは、はっきり言って時間かかる割には、あまり儲けにつながりません。それよりも、商品をたくさん出して、たくさん出した中で、高く売れて、で、リピートできる商品、それを探してどんどん入れていくというのが、Amazon 輸出で儲ける秘訣になります。で、カート取得の要件なんですけど、まず値段とセラーレーティング。これはね、セラーレーティング、セラーセントラルで見えてるんで、非常にわかりやすい部分。で、誤解してる人が多いのは、値段が安きゃ取りやすいか。値段が安い方が取りやすい場合が多いですけど、かといって最安値出せば取れるというわけでもないです。最安値出すと売れるのは、最安値が好きな人が買ってるからなんですね。カートが取れてるわけじゃなくて、価格を比べて一番安い人からしか買わない。こういう人相手に商売してるとクレームも多いし利益を上げにくいです。そんなわけで、カートを高くても取れる商品を見つけるというのがポイントになります。で、このカートを取るポイント、プラス要素はですね、販売個数が多い、取引件数が多いと。で、これは全体の取引件数もそうですし、そのジャンルの取引件数もそうですし、あとその商品を何回売ったかっていうのが非常に重要です。それと回転率が良いと。で、回転率がいいってのはどういうことかっていうと、在庫がね、100個あって、で、それが1ヶ月で100個売れてたら 100%、1回転ね。在庫が1ヶ月で200個売れてたら、途中で補充して200個売れてたら2回転と。この場合は、例えば在庫が100個あって50個しか売れてない人よりカートが取りやすいというシステムになってます。これはね、Amazon の倉庫にも限りがあるとかいうのを考えれば、それはそうだろうなという感じですね。それとあとリピート販売してると。すでに売ったことある商品でクレームがついてないなら、まだ売ったことない人に売らせるより、その人に続けて売らした方がですね、Amazon はリスクが少ないわけです。そんなわけでリピート販売というのは優遇されてます。ところが、ね、これマイナス要素で、値上げっていうのね、いきなりこの順番違いますけど、値上げというのがありまして、値上げをすると、リピート販売をしているところにくっついてたプラス要因が消えちゃいます。だから、リピート販売の時は、値段をいじらないと。ね、例えば、ね、商品を入れた時に、最低価格とかね、FBA でもっと安い人が出してた場合でも、1回売れた商品は、極端な話、倍ぐらいの値段でも売れることがあります。だから値段はまずいじらないのが基本です。それから過去のペナルティ。これはね、ペナルティがあれば当然、その商品はマイナス要素となってますね。偽物申請とか、消せない悪い評価をもらってるとか、キャンセルしてるとかっていうのは、マイナス要素になります。それから、最近多分新たに増えた、項目として怪しい商品ジャンル構成。これね、いろんなパターンでどれが怪しい、怪しくないっていうのはまだわからない。まだわからないっていうか、これをわかるかどうかは疑問なんですけど、少なくとも、ある程度予測できて確認できた事例として、中国の商品を販売してると。中国の商品を販売してて、同時に同じアカウントで日本のおもちゃも販売してると。この場合は、日本のおもちゃ、売りにくくなってます。なぜかというと、中国で仕入れた商品を売ってるんであれば、日本のおもちゃも中国で仕入れてる可能性が高いわけですね。で、中国で仕入れた日本のおもちゃってのは100%偽物です。で、そんなわけで、おそらくその商品構成をしている人で偽物クレームがあったり、偽物だって確認してた事例が分かったんで、それはもう、極力売らせないようにしようというシステムを組んだんだろうなというのが、予想できて、おそらくそれは間違いないだろうという、予想になってます。で、そういうふうにね、Amazon のシステムっていうのは、当然、人じゃ管理できない部分をシステムで管理をしようとしてますんで、ある程度どんな事故が起こってるのかな、どういうふうにサポートしてるのかなといえば予測がつきます。その予測に基づいて、最近の事例を鑑みて、これでカート取れる取れないって話してますんで、これを信じてやっていただいて、
高い値段でリピートしていただくというのが Amazon 室で一番儲けやすい方法になっています。またね、このカート取得については、なかなか複雑なんで、こういう事例がありましたとかね、こういうケースどうなるんでしょうという場合は、お気軽にご質問なりご報告いただけると幸いです。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。